今回ご紹介するのはロレックスの手巻き時計オイスターデイト REF6694 です。1950年代から80年頃まで長く発売されていたロングセラーシリーズ。現行品よりやや小ぶりなサイズ感やデイトジャスト機構のないスペックなど、ヴィンテージモデルならではの魅力あふれるコレクションです。本品は沖縄返還前の1971年に沖縄ロレックス店にて入手したワンオーナー品です。文字盤はヘアライン仕上げのシルバーカラー、座面カットのバーインデックスとペンシルハンドの組み合わせ、3時1にデイト表示の風格漂う上質な風貌デザインです。SS オイスターケースはラウンドフォルム、裏蓋はスクリューバックです。バンドは3連巻き込みブレスレット REF7835-19 を装着しています。比較的流通量の多いモデルですが、未だに人気の一品。メンテナンスもしやすいことから、初めてアンティークロレックスを手にする方にもおすすめです。ダイヤル、文字盤、特に目につく大きなダメージはありません。文字、メモリのかすれ消えもありません。針、インデックス、夜光は経年変化しています。ケース、裏蓋、シレ、小傷が認められます。へこみはありません。風防、シレ、小傷が認められます。装着しての日常視認性も十分に確保されています。ブレス、バックルに王冠マークが確認できます。使用感がありますが、すぐに装着可能です。操作方法、ケース右サイドにあるつまみがリューズです。リューズはねじ込み式です。解除後そのままのポジションで手巻きができます。手巻き時計ですので、毎日リューズでゼンマイを巻き上げてご使用ください。巻き止まり以上に強く巻き上げるとゼンマイが切れることもありますので、できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズを引いて回すと針が稼働して時刻調整ができます。ハック機能、秒針停止はありません。デイトは針を回して調整します。付属品、ボックス、レッカーリ、ギャランティー、日本ロレックス見積書2021年7月取得、コマ2つ、タグです。日差は24時間の実測で30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅 19mm、 ケースサイズ横リューズ含まず約 34mm、 縦ラグからラグ約 42mm、 厚さ風防含む約 12mm、腕回り現状4プラス7個が17センチメートル前後です。
時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。